埼玉トヨペット。予選アタック前で、9球前で、これいいぞ。よし、来る来るぞ、これ。お、来い。セグニベスト。オッケーオッケー。まだ。カモン。まあ今回さ、皆さんもご存知のように Q1 がね、すごいタフな状況だったの。重川さんがうまくつないでくれて、でその後の Q2 まででしっかりチームがマシン直してくれたんで、まあしっかり僕はもうミスせず、こうチームの今のパッケージでベストを出せればなというふうに思って走りました。やっぱりボスの判断が素晴らしいな。やっぱり持ってるボスは違います。持ってるボス、おめでとうございます。喜んでました。コールおめでとうございます。もうラップタイムがずっと変わらないぐらいで走れたんで、それは本当にタイヤの強さとマシンのバランスの良さがあってのことだと思うんで。